俺さ、森についてさ、しっかり考えてみたんだけどさ、やっぱあいつのことが好きだ。俺には森しかいねえ。お前には悪いけど、森は俺が、俺のもんだ。だよな、森。森あ森嘘ちょ、うわ、うわやっぱあげる、森ちょ、待って、待って、待って、勘弁して、ほんとに。森さん先生先生森あ、ちょ、森舐めてました。森ちゃん、森ちゃん森! よーし、始まりました。森と僕のね、恋愛シミュレーションが、今始まる。あ、このゲームはね、森と恋愛するゲームでございます。いや、皆さん、かっきり系でしょう、なかなか。皆さん、今まで森と恋愛したことあります多分、8割の人はないと思います。まあ、2割の人はあると思いますが、まあ、このゲームはね、その森とね、まあ、恋愛シミュレーションできるということで、えーと、僕ね、今一番推しているゲームでございます。はい。では、早速、まず最初の、 森とのね、あのー、熱い、熱い、最初の5対目をね、したいと思います。よし。うわぁ、森だすごい森だうわぁ、いいですねこれねあ、このテカリ具合とか、好き。あ、この緑、この黄緑の感じ、好きです、森。もう好きになって はい、ということで、ポッキーです。えっ、ー、とですね、今回はですね、まあアップデート来たんですが、正確には来たんですが、あまり関係のないっていうか、えっ、ー、と、直接は僕たちに関係のないアップデートばかり、まぁ、あ、なんて言うんですか、あの、走るアニメーションが追加とか、したらしいです、うん。いまいちよくわかんないですよね。そして、あと、グラフィックも若干向上したらしいですが、まあ、正直言って僕たち関係ない。うん、知ったところかっていう感じなんですけど、 あと1日後にですね、なんとですね、バージョン0.09が来てです、ね。なんとですね、皆さん。この森、オンライン対応します。やばくないっすかいやばくないですか真面目に。まさかのね、これ2人プレイできるということでね。じゃあ、ツイッターで募集したらですね、えっ、ー、と、持っている方がいたので、その方と一緒にちょっとやってみようと思います。オンラインね。原住民の姿を一向に見ないんだけど、このゲーム。もうそういうゲームじゃなくなったのかな原住民いなくなったのかな あと思った、ここにいるじゃん。待って待って、元気はっ。第一村人発見です。いやー、元気でしたか久しぶりに会ったな、本当に、厳重民さんにも。うん。まあ、あんまり最近森をやっていなかったんでね。はい。バンビル、バンビル。バンビル、バンビル。いやあバンビうわ、かわいい、バンビ2回目の登場ですね、バンビちゃん。おーナイスお尻。バンビちゃーん。バンビちゃん、ゃん逃げていかないで。まあね。 森でのね、基本はやっぱ木を切ることなんで、木を切りたいと思います。少しの間ね。あれ森で何食べて生活したっけ俺。もう全然わかんなくなった。思い出せない、もう。何を食べていたかも思い出せない、俺は。なんかカップラーメンとか食ってたっけないよな、絶対そんなの。うん、そういえば今日ね、お昼ご飯にピザを食べたんですが、とっても美味しかったです、ピザ。はい。ありがとうございます。<laughs> 謎の感謝。謎の感謝をしていく。よし。なんだ俺これ、手っちだらけなのこれ、もう。戦う前からもう、 不戦勝みたいな。不戦勝勝ってるじゃん。んなんか、木を倒す時の音が追加されてる。すげえ。そこ対応って、いまいち、おなんか、それより、この木を飛ぶのを直した方がいいと思うんだけどね、俺。ちょっと制作者さん、ちょっと、間違ってません手を入れるところ。おどうした元気かナイス、お尻。いいね。おし、お、うん。なんか、すごい。はあーって言ったんだけど。大丈夫か主人公。 寿命で死んだりするのかなこのゲーム。またいるぞえ、え、なにこれ流行ってんのこれ。このポーズでなんか地面に寝転ぶみたいなの。流行ってんの今。あ、でも街で見かけたわ。そういえば。やってた、やってた。やっぱ流行ってるんだね。おおびっくりした二人揃って、なにこれ新しい現状日じゃないこんなパンツ履いてなかったでしょお前。元気かい,い,い、い、厳しい。 あ、そういえば、こんな時になんなんですけど、あの、前まで、なんか、このアップデートですね、前,、o、前までは、あの、ツリーハウスの木を破壊しても、なんかツリーハウス天空の城になったじゃないですか。あれがね、もう今回で改善されて、えっ、ー、と、なんかツリーハウスの木を壊すと、ツリーハウスまでね、あのー、壊れちゃうらしいですって、俺、骸骨か骸骨持ってるか、俺。ツリーハウスまで壊れちゃうらしいので、もう守る、<laughs> なんだこの BGM すげえめっちゃ綺麗なんかこのただの池がめっちゃなんか綺麗になってんだけどやばいあ泳ぐ音も追加されてる気がするなんかでめっちゃ綺麗なんだけどこのゲーム何でここに力入れたの本当にもっと他に力入れるとこあったでしょ車を追加するとかさバイクを追加するとかあったでしょ今回なんか動物いっぱい来ますね なんだここ動物園かこれやばいぞ。うーん。すげえ、一気に見られるな、ほんとに。お前だけは許さないとかげ。トカよーし、都会君ゲット。都会君だけには厳しいんで、僕。いや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 。いやいやいや,いや飛びすぎでしょ、木。どんだけ下でキャッチしよう。ほい。おおいいね。ナイスキャッチ。これは一郎もびっくりですね。 投げられないけど。俺は投げることはできないけどね。待て待て。やばい火事になったえ火事になったんだけど、なんか燃えてる俺が燃えてるのこれ。木が燃えてる待てまずいなにこれえ火事になんのあれ。ちょ、初めて知った。自分の家、燃えたんだけど。燃えて壊れたんだけど。ほら。ここに家建ててあったけど、ほら。おーおーおーははは。荒 <laughs> く熊、ま。 アいイグに火がついてる。ちょっと待って。こっち来ないんだこっち来ない。なんでこっち来るんだよ。な、な、なんで俺に火を突き落としてくんの、こいつ。え、怖っ。びっくりした。来たよ、あいつ。こっちにいれば引っかかってくれるでしょ。ねえ。そうだよね。うわっ。あっびっくりした。びっくりした。ホラー来た。ホラー来た。ホラー要素来た。ホラー要素来,要素来ました、皆さん。ザ・フォレストで初のホラーを。 いやばいってあいつ何あの速さ。え、え、え。立体起動装置絶対つけてる。待て待て。まずいこれ。勝てない。強い。誰も引っかからないこの罠に。引っかかれ。なんであんなに避けんのうまいのちょっと待って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 。罠しっかり仕事して。ちょっと、家が壊れたからさ寝れないんだよ。こっちはセーブ。きった引っかかった一人。あ、二人とも引っかかった。またあいつ遊んでるよー。 罠さん仕事して。おねがかいたから。<laughs> 仕事して。<laughs> 引っかかってるのに普通に歩いてるってもう、罠じゃねえじゃん。大変じゃん。ちょっと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 、もう、もう待って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 、いろいろおかしい。違う違う、これゲーム変わってる。なんだよこのゲーム。なんだよこのゲーム。<laughs> 嘘だろ。おいおいおい。<ん>いや。 よや、元気か何そこで丸まって痛いちょちょもう。 ま、あ要するにですね、僕が言いたいことはですね、えーと、次のアップデートで、えーと、オンライン対応するんで、えーと、次回をお楽しみにっていうことしか僕は言いません。でも皆さん、まだ安心するのは早いですよ。僕の今までの経験上、ザ・フォレストのアップデート1回目っていうのは大体、とんでもないものになっていると思うので、どうもなるんでしょうね、アップデート来たとしても。っていう感じで、ワクワク、あと、 ドキドキしてます。これなんだこれこれ気になったらなんか、まあ、関係ないようですが。はい。どうなると思いますけど、皆さん予想。ぜひコメントなどに書いてください。いや、でももしかしたらもうなんかもう、とんでもないことができるかもしんない。二人で協力してなんか、なんだろう。逆立ちをしたとか。ん何言ってんだろう、俺も。最近自分でも言ってることがよくわかんないんですよね、僕。はい。まあ、とで、だんだん良くなってきているこの森ですが、オンライン対応でどうなるのか。 良くなるのか悪くなるのか分かりませんが、えー、楽しみです。はい。はい、ということで、えー、っとですね、コメントではですね、あのー、オンラインにもし対応できて、えー、次回普通にオンラインをプレイできた時にやってほしいこと、ぜひ書いてみてください。はい。え、ポート打ち上がってる。こんなのなかったでしょこれ、ゲットできるよこの、なんて言うんだっけこの、焦ぐやつ。え、こんなん初めて見た。ええ待って待って待って、えはっ アマゾンから、アマゾンから届いてるいっぱい。届くんですね、こんな、誰も来なさそうな島にも。あ、これが僕の畳んといたプレイステーション4で、こちらが x b o x ONE こちらが、おやつカルパスですね。うわー、でけえ。こんなでかい箱。あれ何あれ。これ本当に流れてきたのねえ。どう考えても沈んでるはずでしょ、これ海に。入る入る。イエーイ、もうここに住んでもいいじゃん、だって。 ね、最悪ね。わあこれ。弊社恐怖症の人には、やばいですね、これ。もう。発狂ですね。3日で発狂するレベルですね、これ。俺でも発狂するわ。はい、ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。またお前、また、俺が終わろうって思って話し始めるとなんかあるんですよね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。えーとですね、次回、オンラインでやってみることを、えー、オンラインで色々やってみようと思うので、ぜひコメントなどで書いてくれたら、 それをやってみるかもしれません。別に何でもいいですよ。もう、絶対これ森のゲームでできないだろう。わらわらっていうやつも全然いいですよ。例えばですね、あのー、何ですかスッキリしてくださいとかでも。僕ね、僕たち頑張ってスキーをするように頑張るので。はい。といった感じで、ご視聴ありがとうございました。えもし動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してってね。えでは、ご視聴ありがとうございました。ポッキーでした。また次回お会いしましょう。では、バイバイ。